おはようございます、泉ひなです。今日からディズニー2デイズということで、ゲットレディフィズミにしていきます。こちらピカムの拭き取り化粧水使います。うん、眠い。絶対お昼にも眠くなるわ、これは。じゃあやっぱカラコン入れていきます。今日はミムコのピュアグレージュみたいな名前のやつ、片目だけ入れてみるとこんな感じです。まずは絶対紫外線強いのでメラノ CC のディープデイケア UV 乳液使います。今日はお昼にちょっと雨降るらしくて、まあでもなんか全体的には晴れるのかな、とか晴れたらいいなって感じなんだけど、明日も雨らしいしさ、どうしよう、靴って感じ。私まずね、ディズニー行くとき絶対靴2足以上いるんですよ。なんか同じ靴を一日中履いてると足が死ぬんですよね。で元気なくなっちゃうから、もうほんと安い靴でいいから1足持っていくのが大事。今日は家族と行くんで、靴交換途中でしてもらうかもしれないけど、安定バニラコプライムプライマーのトーンアップ使います。じゃあ伸ばします。マジで今日絶対に化粧崩れるから。今日はなんか母がなんか妹と3人でユニクロとセオリーのコラボワンピース3人でお揃いで着ようとか言ってるから、黒のワンピースを着るんですよ。だからちょっとカチューシャどうしようかなと思って、ミッキー系で行こうかなと思ってるので、まあ、シンプルな顔を濃くするメイクでやっていきます。こちらも安定バニラコのプライムプライマーのパウダーです。1日目はランドです。2日目はシー行くんですけど、ランドは多分シンプルな感じで行くんじゃないかなと思ってるんで、明日はめっちゃ可愛い系で行きたいな。私が狙ってるのはマリーちゃんなんですけど、黒のワンピースだからな。ミッキーとか以外になんか合いそうなやつある？あの耳の長いレトロなミッキーみたいなやつでもいいけど。じゃあシェーディングにはダイソー幸運のシェーディング02番マットクールトーン使います。まずアイシャドウブラシで鼻筋しっかりめに、濃すぎ？もう U の字入れて、ここにも1本線引いて、ちょっとこの小鼻の溝のところにも描いておく。あと口の下のくぼみのとこに V 字、逆 V 字か。そしたらちょっとさすがに濃すぎるので指でぼかしていきます。このアイブロウブラシをこのシェーディング取って眉毛描いていきます。今ちょっと黒髪っぽいからさ、まあだからといって濃すぎても嫌なのでブラウンでぼんやり描いていく。私ね、結構ディズニー行くときカチューシャよりもヘアピンを使うことの方が多くて、なぜならカチューシャはマジでね、夕方になるとこの耳のとこが痛くなるの。だからヘアピンの方がめっちゃついてるだけで楽だし、しかも可愛いし、だから2日目はマリーちゃんのヘアピンを狙ってるんだけど、正直あんまり見当たらなくて、売ってんのかなってちょっと怪しんでんだよね。カチューシャも人気だからもしかして売ってないかもしれない。そしたらテイストを変えなきゃと思ってます。ダイソー幸運のアイシャドウパレット03番ミュートサンセット使います。このねアイシャドウ最近めっちゃ気に入ってるんですけど、このカラーがすごい使いやすいんだよね。まずこのカラーを取ってアイホール全体に伸ばします。ちょっとピンクっぽい感じですね。こんな感じ、かわいい。同じカラーを涙袋にものせておこう。そしたら次このカラーをまつげの生え際から1センチくらいのところに伸ばします。この時に目尻は1センチくらいはみ出るように、ちょっとだけ細いアイシャドウブラシでこのブラウンを取ってグラデーションになるようにちょっと目尻のところだけのせます。今6時18分なんだけど、私7時に家出たいんだよね。だから結構急いでる。あと同じカラーをこのアイシャドウブラシにも取って涙袋も描いておこう。あと40分でメイク、髪の毛、着替え、持ち物、あとね前髪もカットしたいと思ってるんだよね。時間なさすぎん？下まぶたの目尻にも同じカラー入れておこう。まずしっかりとティッシュでまつげの油分を取ってから、ビューラーでがっつり根元からまつげを上げます。まつげパーマ行きたーい、うん、こんな感じで上がった。そしたらこちら D アップのシルキーリキッドアイライナー使います。このアイライナーで目尻だけ1センチくらいちょっと跳ね上げて描きました。マスカラには安定のヒロインメイクロング&カードカールマスカラのブラックを使います。このシーンのピンセットも絶対使います。まずはまんべんなくマスカラをつけます。まず下から
こんな感じで持ち上げるように塗って、上からもちょっとだけ重ねるようにして、また最後に下から上へ持ち上げるように塗ります。ある程度塗れたら、この C のピンセットを使って束感を作っていきます。最近はまつげの束感をすごい大事にしてて、固めにつきまつげの束を5束くらい作れるように調整して作ってます。そしたらこんな感じでまつげの束感できたんですけど、ちょっとこれでもね、時間経ったら離れそうなんで、しっかりとちょっとマスカラの繊維をつけて、この先にね、繊維が余った状態の感じでまつげの先にだけ繊維をつけていきます。そうするとうまい感じにね、束感が綺麗にできてくれるし、めっちゃまつげ長く見えるからおすすめ。はい、こんな感じになりました。めっちゃ目力出た、最高。そしたら一旦同じようにこっちも目作っていきます。両目とも同じ感じでできました。めっちゃ目力出た。そしたら次はこちら、ジルスチュワートのブルームドロップリップ&チークの07番使います。くすみピンクカラー、これをまず唇に塗ります。こんな感じのカラーなんですけど、これをほっぺにハートと顎と、あと指にちょんちょんと取って、鼻をまずぼやかすように塗って、鼻はさ、ピンクすぎるとピエロみたいになっちゃうじゃん、だから薄くね。あと顎も伸ばして、でほっぺたも伸ばします。そしたらハイライトにはセザンヌパールグローハイライト01番シャンパンベージュ使います。紫にちょっと横長にちょんと、で境目はぼかすと、この唇の山と目と鼻の間の三角ゾーン、あと顎に入れます。そしたらこちらもダイソー幸運のリキッドアイシャドウ103番のホワイトダストってカラーです。これがさ、めっちゃラメ入ってて可愛いんだけど、一直線に入れておきます。目頭から黒目の外側くらいまで、のせすぎ注意なんだけど、こんな感じ、キラキラ、かわいい。そしたら一旦こんな感じでメイクはできたので、よし、じゃあ着替えてきました。これが噂のセオリーのワンピース。そして今日はね、前髪をカットしたいんだけど、めっちゃイメチェンをしようと思って、このタイミングで姫カットをしたいの、最近流行りの。じゃあまずちょっと分け目を貞子風にして、センターがここだね、頭のてっぺんここなので、ここから均等になるように、ちょっと待って、鏡見ながら、ちゃんと耳の上らへんまで、ここらへんまで取るか。そしたら、よいしょ、取りすぎ、これは取りすぎか、これは取りすぎだよね。じゃあここから微調整していきます。こんなものだったらどうだ、うんうん、いいね。じゃあこっちもこれくらいだったらいいか。はい、そしたらこんな感じで取れたので、ちょっと切っていきます。じゃあ姫カットがここで、前髪がここ、あとこっちが左の姫カット。じゃあこの状態で前髪をこのまつげのラインくらいまで切ります。まださ、何も巻いてもないからさ、これくらいかな。え、お、いいじゃん。したら、いや、もうちょっと切ってもいいな。こういう時は最初は思ってるより長めに切って、こう徐々にこうやって短くしていくのがいいと思う。あ、よくない？ほら、お、いい感じそしたら問題はこの姫カットですよ。姫カットはちょっとこう前下がりか、前下がり姫カットにしたくて、ここら辺かな、口のここら辺まで切りたいから、まっすぐ切っちゃおう。いきます。知らんよこんな適当すぎていいのかな。じゃあちょっとフェイスラインに沿うような感じで
お、え、よくない？適当すぎ。じゃあこっちだね。この長さを合わせるように、ここで鏡よく見て、ここで斜めにハサミ入れます。お、あ、ちょっと短くなっちゃった、こっちの方が。やばいやばいやばい。あ、いい感じじゃない？ほら、ちょっとまあ多少もちろん微妙なとこはあるんだろうけど、あれだね、持ってやるよりもこうやって毛流れに沿った状態でハサミだけ入れた方がいいかも。あ、でもめっちゃズボラにやった割にはうまくできてる。そんな途中でカール入れるから綺麗にしなくていいし。オッケー。え、うまっ。自分うまったら、ちょっと顔についた毛を払って、100均のこのカールでちょっとだけ巻きをつけときます。そしたらこのサロニアの32ミリのカールとストレートどっちもできるやつでセットしていきます。前髪もほらちょっとだけカールついた。こんくらいでいいね。つきすぎても変だし。じゃあまずこの姫カットからストレートにアイロン入れて、ちょっと内巻きに。あ、やりすぎ。初めてやるからさ、言うて扱いがそんな分かってないっていう。じゃあこっちも、もう軽くでいいのね。じゃあこんな感じか。うん、よくない？で、後ろはなんかこの前髪だったらそこまで巻かない方がいい気がする。まず毛先は内巻き。時間ないっちゅうね。時間ないのに前髪切るなって。こんな感じ。ワンカールにしていきます。ワンカールで、あとはストレートでいいかなと。このさ、前髪、この今髪が暗いから似合ってるっていうのもあるよね。じゃあこの中間地点は全部まっすぐにしていきます。普段は髪傷まないように160度くらいでやってるけど、ストレートにするときはやっぱね、なるべく高温じゃないと綺麗にまっすぐになんなくて、なんか低温で私何回も何回もまっすぐにするよりは、一発でこうやって綺麗にまっすぐになった方が髪のためにもいいかなと思って、ストレートにするときは170、180あたり当ててます。はい、こんな感じ。あと後ろだけカールで、ここてっぺんボリューム出るようにこんな感じで、癖もついてると思う。こんな感じでやって、最後ワンカールさせてキュルンと取る。なんか後ろうねうねってしてるとブサイクでしょ。いい感じじゃないね。ほら、これポニーテールしてもいい感じに仕上がってるんじゃないかなと思います。はい、じゃあこんな感じで準備できました。これにさ、ミッキーのカチューシャとかつけたら完璧じゃない？なんかいつもと雰囲気が違った感じでいい感じです。またね、 Vlog とかも上げる予定なのでぜひ見てください。ということで行ってきます。